こんにちは、サードラです。今回はこちらも海外で活動されている配信者のルリカンさんが公開されたゲームズコムのインタビュー動画で新たに8個の情報について公開されまして、日本向けにインタビュー動画の使用許可をいただきましたので、発表された内容をまとめてご紹介させていただこうかなと思います。 早速本題に入っていくんですが、今回ね、インタビュー動画自体は全部で25分間ね、ありますので、まあ、その中から重要なところというか、まあ、ゲームにね、関係あるところっていうのを抜粋して、今回は8個をご紹介させていただきます。で、まず一つ目なんですが、クーラードリンクとホットドリンクがどうなるのかっていう質問をされていまして、それに対しての返答がちょっと微妙というか、濁す感じにね、最後なってしまったんですが、基本的には、この食事をしたり、砥石を使ったり、暑いさ、 ののね対策っっていいうのは残したいっていうことをおっっししゃっていましたでここはちょっと動画のね使用許可もいただいていますので実際のね返答のところをちょっと見ていただきたいんですけどもまあ,あの僕たちはあのハ,ハンターとしての、まあ、リ,アリ,リアリズムだったりだとかあとその没入感っていうところも大事にしていきたいと思ってますので、えー、食事の食事をしたりだとか、まあ、武器を研いだりだとか、えー、ま熱、あ、い寒いに対応するみたいなところはできるだけ残していきたいと思って今までも、えー、導入していま スタイルズでも導入していますですが、まあ、それがそのアクションの妨げに大幅になるような、えー、調整っていうのはなるべくしないようにはしたいと思っていて、まあ、例えばトイシも、えー、ワールドの方でずっとアイテム化ではなくて常時使えるアイテムの形にしましたし、えー、暑い寒い寒も今回、えー、そうですね まあ、暑い寒いとかもう、ワールドでもクーラードリンクとかも、まあ、支給されて、まあ物の、物を集めたり、その準備するみたいなところに多大なコストをかけなくても、アクションの楽しさが味わえるような、えー、バランスっていうのを、えー、考えながらやっていっています。と、まあ、いうことで、まあ、インタビューでもおっしゃっていた通り、この砥石に関してはね、まあ、無限に使えるように、ね、してくれたりとか、いろいろね、便利にしてきたんですが、 ククーラーラドリンクとかまあ、これはね、多分、後々また発表されるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと匂わせというか、気になった部分ですね。まあ、もしかすると、まあ、流れ的にね、砥石も無限に使えるようにしました、みたいなことをおっしゃった後に、クーラードリンクも、みたいなことをね、続けておっしゃっていたので、まあ、もしかしたら、今までのクーラードリンクとかと違って、ちょっとね、便利に、まあ、もしかしたらね、新しい用を 要素としてままた来るる可能性もあるんですが、まあ、どちらにしてもこの暑い寒いの対策はね何かしらの形で今回ね出てくるんじゃないかなっていうのはこのねインタビューで分かりましたで続きまして2つ目なんですが2つ目はイベントクエストについて質問をされていましてまあ、重ね着がねどうなるのかって質問をされていましたで返答結果としては今までと同様に通常の重ね着は普通にね作成可能で DLC でも配信予定っていうことをインタビューでおっしゃっていましてあまの 基本的な重なぎ装備については、えーまあ、今回も自分の装備と同じ見た目の重なぎ装備というのは、まあ、ゲームの開始すぐではないんですけどある程度経ったところからは、えー、放され機能が開放されて作れるようになりますまたその DLC とかで重なぎ装備というのを入手することもできるような仕組みにはしています。 っていうことなので、まあ、元々の質問としては結構ね、イベントクエストに重きを置かれていた質問だったんですが、まあ、DLC でもね、配信しますよ、みたいな感じで返答されていたので、まあ、これに関しては色々ね、まあ、予想できるというか、今まで通り有料のね、DLC でも出てくる可能性がありますし、あとは、ま、元々の質問がね、イベントクエストについての質問だったので、そこに対してね、この返答を持ってこられているので、まあ、イベントクエストのダウンロードコンテンツですね、っていうことで、まあ、重ね着がね、配られるっていうこともありそうですね、っていうのが2 二つ目の内容になっていますで続きまして3つ目なんですが3つ目は有料コンテンツについてね質問されていまして、まあ、今までが有料コンテンツで重ね着とかの販売はあったんですが 今後、モンハンワイルズでモンスターの追加をね、有料化したりとか、そういった予定はありますかって質問に対しては、まあ今まで通りと思っていただいていいですって返答されていましたので、まあこれに関しては今までがね、有料でモンスターを追加されるっていうことがなかったので、まあ今まで通り有料コンテンツに関しては重ね着とか BGM とかね、そういったものになってくるのかなとは思います。まあ特にね、これ有料でお金払わないと借れないモンスターとかが出てくるとね、大変なので、その辺はね、安心して良さそうですね。 で続きまして4つ目ですね4つ目は属性ダメージについてお話をされていましてこれは現在バランス調整中ということをおっしゃっていました成系のダメージはバールドとかアイスボーンの作品によってその強さが結構ブレるっていうのは、えー、まあ僕たちも認識してます、えー、まあ価値がないものもしたくないですけど同時に強すぎる形もしたくないと,いうところでまあ、今 うまいバランスを探っているところですっていうことなので、まあ、3ブレイクほどね、属性環境になるかって言われたら、まだ分からないんですけども、まあ、一応ね、ここは属性が強くなりすぎず、かつね、まあ、弱くもないというか、まあ、意味がないものにはしたくないっていうことで、まあ、バランスをね、しっかり調整してくれているみたいですね。で、続きまして5つ目ですね。5つ目は、まあ、サブキャンプの設営について質問をされていまして、まあ、このサブキャンプについては、素材をね、消費して建てるんですかって質問されていたんですが、まあ、このキャンプに に関してはポイントをね消費して立てるっていうことをおっしゃっていましたのでまあ素材じゃなくてねキャンプ設営用のポイントというかまあ多分サンブレイクでいうカメラポイントみたいなやつを使うとは思うんですけどまあそういった感じでポイントをね集めておくことによってキャンプはね立てることができるみたいですまあなのでイメージとしてはモンハンサンブレイクの偵察隊ですねみたいな感じでカメラポイント払えば1回だけ飛べるっていうのがねまあお供を設置してあったと思うんですけどまあそんな感じに近くねなるんじゃないかなとは思いますでまた壊されたらねポイント使って 立ててまたそこに飛べるみたいなね感じになるのかなとは思います続きまして資料部へのバフについて言及されていまして 武器を持ち替えてもまあバフ自体はね残るっていうことをおっしゃっていましたでそうなってくるとまあメイン武器をね一つ持ってサブは全部もう資料部へ持っとけばいいっていう風になるのが懸念されるのでまあそこはサブ武器が全部ね資料部へに固定にならないように調整を考えているっていうことをおっしゃっていましたのでまあ環境としてメイン武器プラス資料部へがデフォルトになるみたいな調整はならないようにね一応調整をしてくれるみたいですで続きまして七つ目ですね七つ目はスキルをつけることができる装飾品に このりはまあちょっとエンドコンテンツに変わるところにはなるので、まあ、もう少しお待ちいただけるかと思います、ね、っていうことなので、まあ、装飾品はねエンドコンテンツな気もしますねこの感じだと、まあ、ワールドでねエンドコンテンツだったのでってことをあえて添えられていたので、まあ、今回もお守りガチャっていうよりか装飾品ガチャになる可能性はあるんじゃないかなとは思います。 で、最後に8個目ですね。8個目がガンランスの砲撃についても言及されていまして、 これは、もともと、ま、固定ダメージなんですけども、計算式をね、見直して、攻撃力に依存するように調整をするっていうことをおっしゃっていましたので、ま、これに関しては、僕自身がね、ガンランスをそんなに使っていないんですけども、ま、一応、砲撃のダメージに関しては、しっかりね、攻撃力を踏まえてね、計算されるように見直しをしてくれるみたいなので、これはね、ガンランス使ってる方はかなりね、嬉しい情報なんじゃないかなと思います。ということで、今回は、ゲームズコムのモンハンワイルズのインタビュー内容についてまとめてご紹介 紹介をさせていただきましたで、今回あくまでゲームに関係してくる部分だけを抜粋してねご紹介させていただきましたのでフルバージョン見たい方はぜひね概要欄のリンクから見ていただけると嬉しいですこれからもモンハンワイルズの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いしますバイバイ